チャンネルパーンパーパーということで、えー、今回はね井上タパレス戦の、ね、記者会見がありましたなかなかあ面白い注目発言があったみたいですちょっと見てみましょうね2階級のね4団体って言ってますね今のところは世界中でクロフォードしか達成してないですねパウンド4パウンド1位に今上がってるね ししか達成へえー、いやバンタム級では4年7ヶ月ねコロナとかもあってなんか伸び伸びでなくなったり試合がなくなったりで4年7ヶ月も統一戦にかかったんですね4団体統一にまあその間も防衛戦やったりねいろいろやってたんでしょうけども4年7ヶ月そしてスーパーバンタムはなんと5ヶ月とかね6ヶ月でそれが達成しそうだということで最初遅ければ後半。 早いっていうのはねありますけども確かに私もそうやっていやこれはスーパーバンタムでは早いと言ってたら本当そのままその通りになりましたねまあ、7月だったからまあ約5ヶ月ぐらいですよねコロナで失った時間を今回ねもう取り戻せるみたいなね、えー、感じですよねまあそういうところも井上チャンピオンのやっぱり運でしょうねこんだけ頑張ってきたんで、えー、前半苦労した分じゃあ短く 今やはり井上チャンピオン6歳からねずっと一生懸命やってきたっていう証拠ですよねこれねだから腕もいいパワーもあるテクニックもある当て感もあるスタミナもある速いスピードもあるその上にこのずっとやってきたこの運が溜まってるから全部いい流れですよね運が悪いとああ試合前にお腹痛いとかね体調悪いとか。 体重が落とせなかったとかいろいろありますけどももう全部クリア素晴らしいですねそして周りのサポートもみんな素晴らしいサポートをしてくれてるんでもう最高のコンディションで最高の試合をしてくれるということでもう世界中がね楽しみにしてるっていう、まあ、この4団体統一2階級で4団体統一それはクロフォードについて2番目。 これも世界でで番目ってすすごいですよねそしてフェザーに上がれば、まあ、フェザーでもおそらく4団体制覇できそうですよねそしたら世界でナンバーワンパウンドポーパウンドもう完全に1番取ってそして記録も世界記録も1番といういや恐ろしい男ですよね考えたらね井上チャンピオンは。 まあ、コロナで、ね、4年何か月もかかったとっいうぐらい、ね、いろいろ大変なことがありましたけどもやはりすごい一生懸命やってる人にはその運が来てますねボクシングの神様ちゃんと見てますねそれぐらい一生懸命やってるってことですよねこの井上チャンンピオンはメキシコの選手も呼んでるということで、まあ、フィリピンの選手を呼んでもやってるでしょうけどもフィリピン、まあ、メキシコの強い 世界ランカーも呼んでやってるというどんだけすごいねみたいなもう怪我とか全然もう考えてないんですよねもう勝つために全てをかけるみたいなモチベーションもね上がってるという井上、まあ、チャンピオンはモチベーション上がると上がらないじゃえらい違いますからねあのバンタム級の4団体制覇する時の 4, 4団体目は相当あのなんかテンション落ちてましたからねまあバトラーっていうまあねえー、カシメロがいなくなったまあ 2番手みたいな感じですよねだからまあ実力も分かっているからテンションも下がってたでも今回は違いますよね4団体を制圧する相手も2団体の世界チャンピオンっていうことで相当気合い入ってますそこでま前回からの試合から5ヶ月っていうまあ5ヶ月の試合間隔ならいいんじゃないですかねまして古田の時はそんな打たれてもないしスタミナもそんな使ってないんでまあ5ヶ月は順当ですよねちょうどいい感じじゃないですか 私らの子は3ヶ月ですから顔ボコボコにされて私なんか判定が多かったからフルラウンド戦ってまた3ヶ月ですからね <laughs> それは疲れますよねそれから考えるとちょうど5ヶ月っていうのはいいんじゃないですか挑戦も取れてね技術の高い選手だなっていうああほら言ってますねこれ思った以上に技術の高い選手っていうね、まあ、私も前回の動画でね言ってますけどもいや思ったより大変これうまいよ難しいよ っていう感じでは言ってますけどまあ試合的には意外には早いラウンドで勝つと思うんですけども何かちょっと危ない場面もあるかもしれないっていうぐらい怪しいっていうか危険な選手ではありますよ体重をきれいに落とした時はものすごい早いラウンドでみんな倒してますからこれベストで来た時はイノベーチャンピオン早く勝つとは思うけどもどんな試合になるかちょっとスリリングな気持ちで。 見れそうですねで前回の動画でね富樫さん煽あ降りすぎですよと言ってたけど井上チャンピオンもやはりこう警戒してますよちゃんとビデオ見てるんでしょおなんだ意外に強いじゃんカシメロみたいなこんなラフなも荒々しいボクシングじゃなしにちゃんとテクニックもあってパンチもあってスピードもあって防御もうまいそこをやっぱり井上チャンピオンも同じこと言ってますよねしかしこういうこと言ってますね打って打たせないボクシング何もさせないで勝つっていうね これはあのドネアの時もね、2回目のドネア戦にもそういう具合に言ってましたね、確かにその通りになりましたよね、だから今回もそのようになるかなという感じはしますけども、タパレス選手はね、私も侮れない、いい選手だって言ってますけども、井上チャンピオンと比べなくて、普通のチャンピオンたちと比べたら、かなりいい方だって言ってることで、井上チャンピオンと比べた場合は、スピードもパワーもテクニックも、やはり劣るだろうって。 なんせ世界のパウンド・フォー・パウンド1、2を取った人間ですから、それは格が違うと思います。まあ、私はタパレスを結構勝ってて、かなりいい選手だとは思いますけども、やはり打っちゃったら、井上チャンピオンには勝てないと思います、スピード勝負、パワー勝負したら、早いラウンドで終わると思いますよね、そして毎回、井上チャンピオンの場合は、相手を過大評価するというね、素晴らしいこの考え方を持って。 えー、練習に励むんですよね俺たちはもう,やもうパッと見てあこれは勝てるやつと思ったらあんまりビデオも見ないし「あ大丈夫大丈夫」大丈夫ってこうあの相手を自分より弱いっていうイメージで見て練習してるからね、えー、それは、まあ、たまたま勝ってたけど、まあ、苦戦しながら勝ちましたよでも井上チャンピオンの場合はちゃんと相手はいや俺より強いんじゃないか」「いやこれは」っていうすごいこの相手をう持ち上げたあ高い評価したい。 意味でででで練練習習すすするるんんごい,い練習ができてると思うんですよねだから皆さんも、えー、まあ選手の人もこれ聞いてるとしたら相手は常に強いんだっていうことでもっと練習もっとやらないと勝てないっていう気持ちで練習した方がいいと思いますよ。ああの選手はすぐ倒せるよと思ったらこれは、ね、あの練習量もねあの薄くなるんで。 内容も薄くなりますからそういう意味ではあの伸び率もねなくなってくるんで常に常に相手は強いと思えば警戒してどんどん練習できますからねまあやはり井上チャンピオンは世界チャンピオンになってこれだけ防衛してこれだけ階級制覇してこれだけ簡単に倒してきた人間であ,るあってもここまで謙虚に相手をまたね、えー、高く評価してできるっていうのは。 これはまだまだそこないですすねねまままままだだだだ伸び勝ってのをフェザードもあーまあ今回もそうだしフェザードもそうだし、まあ、私は6階級は無敗で制覇できると思いますよ。あ今回倒すって言ってますねはっきりとね。フルトの時は、うん、判定までいくかもって言ってましたけど今回はしっかり倒すって言ってますね。相手が出てくるっていうイメージがやっぱりできてるんでしょうねこれ。 まあバトラーもね足を使って逃げ回ってましたし、フルトンも足が速いんで、逃げ回るだろうという印象で、半手目まで行くかもしれない、そんな考えも持ってたんでしょうね、でも今回ははっきりと倒しますみたいな、いやこれはまあ練習の情報とか、試合を見て、絶対に出てくるだろう、フルトンみたいに足は使わない、陣営も言ってましたからね、向こうのね、そんな試合はしない、前に出るよ。 っって言って言ますから前に出たら早く終わると思いますね本当にあの、まあ、一般の,あのボクシングファンの、ね、井上ファンも言ってますけども出てくれば1ラウンドで終わることもあるっていう意外に1ラウンドで終わることもあるかもしれませんね30%は 1, 1ラウンドはあるかもしれませんよどっちにしてもこれは慶應決着でしょうどっちにしてもっていったっていやまあタパレスが勝つチャンスはまあ1%でしょうね チャンンピオンが倒したかったと思いますごい、うん。なんか、カシメロのこと言ってますよ、カシメロいまいちって言ってますよ、そりゃそうですよね、この間ね、なんか引き分けて、なんかもうカシメロとはあんまりやりたくなさそうですね、まあ、興味は薄れたって言ってますしね、井上チャンピオンもね、私たちも、まあ、あの出来じゃもう見たくないですね、やはりもう 4, 4階級、5階級、6階級って、どんどん強い選手とやってほしいですね。 まあ今回もレミロというねレミロさんドコモさんがねえ放送しますんでしっかり見てください井上チャンピオンを呼んでたくさんの視聴者を集めようということでこういう企画になってます井上チャンピオン集まれば全然違うということですよね視聴率も取れて世界中からも見てもらえるってこれ半端じゃないですよねいや井上チャンピオンこれ世界中が期待してますからスパッと3ラウンド以内に倒してください 見てますよ待ってますよ期待してますよ。